さあ、エタの時間がやってまいりました。本日511回目の今日の表現は Particle。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。分子もしくは粒子ということでよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこのパーティクルが分子粒子につながってくるのか。そのヒントはスペルですね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、パーティクルをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。もちろんパートでよろしかったかと思います。皆さん、パートと言われたらもうトーイックでですよね、パート1からパート4はリスニングセクション、パート5から7はリーディングセクションというふうに分けてますよね。ですからパートと言われたら分けている、分かれているというところでよろしかったかと思います。ですからそれにつながる分子粒子いけそうですよね。そして皆さん、このパートがですね、動詞として出題される可能性もあるのではないかということで、皆さんここは右が書いていました。だからパートフロム、意味はどうでしょう。皆さん、人と別れるという意味がありましたね。そうです、パートフロム動詞ですからね、動詞ですよ。でもちろんパートは分けるんですよね。2人いたのはこういう状態ですね。分けられました、というところから皆さん、分かれるにつながっていくかと思います。ですのでパーティクル、分子、粒子とパートフロムという熟語ですよね。パート5のことも考えると押さえておいた方がよろしいかと思います。いきますか。でちなみにパーティクルですが、こちら公式問題集ピンクの4のテスト2のパート7回答冊子178ページにも掲載されておりますので参考なさってください。そして我々はですよ、皆様のトイックのスカープ、こちらにつながるですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。